おはようございます。オーシャンのしげです。今日もね、また魚釣りしに海にやってきました。前回結構ね、脂の乗りのいい、大物ハタが釣れてね、かなり美味しかったんでね、またああいうの釣れればなとは思うんですけれども、一番の狙いはね、もうこの時期どうやろうな、九州に住んでるカヤッカーやったらみんな狙うイサキ、これをね、頑張って一本あげたいなと思っております。まあね、いつものようにね、僕も根性なしなんでなかなか一つのことに執着できひんから、なるべく頑張って、イサキをね、狙っていきたいなと思います。ということで行ってきます。ちょっとね、落としてみようと思います。スピンテール。スピンテールでいいかな、これは。水深が 15.5。まだ浅いですけどね。はい、じゃあね、やっていこうと思います。何だっけこれ、スピンテール。水深は今 25m ですね。今日の予報では朝のうちはオフショアが吹くんですけど、お昼前ぐらいからね、またオンショアに戻って、一日穏やかな予報ではありますけども、どうかな。
お、え、ああ一発目で食ったの。魚はいますね。おっしゃ。ああ、バレた。ちっちゃかったな。バレましたね。なんか来ました。なんか来たよ。叩いてる叩いてる。なんか来ました。なんか来ました。イサキやったらめちゃめちゃ嬉しいけど、でもこの引きはイサキじゃないっぽい。ちっちゃいね、魚かな。なんやろな。ほうぼう、ほうぼう、はい、ほうぼう。はい、ありがとう。何でも釣れると楽しいな。よいしょ。そういえばですね、この間、うちのお店にね、来ていただいたお客さんがこのカインズのね、手袋を使ってるって言われてたんですね。それで、それは何でかっていうと、僕が前ね、自分の動画でこのカインズの手袋を紹介した回を見ていただいてて、それを参考にね、買ったよって言ってくれました。すごく嬉しかったです。まあ、大体ね、10あったら8ぐらいはすごく嬉しかった。そやけど残りの2はね、その動画ってね、あんまり誰も見てくれてなくって、閲覧数がすごい少ないやつだったんですね。だから、まあまあ誰も見えへんやろなと思ってた動画なだけに、意外やったし、まあこんな動画でもやっぱりちゃんと自分の言葉に、責任持って作らなあかんねんなって多少感じましたね。で、僕の動画って比較的そのハウツー系の動画が多めなので、まあどちらかというとこう、ワイワイやって楽しむというよりは、まあこの動画を見て何かの参考にするっていう人が多いのかなって、僕はね勝手に思ってるんですけど、まあそれだけにね、やっぱり自分のその言葉に、やっぱ責任を持つべきやなって、その時ちょっとね感じましたね。で、まあ一つね、僕がまあこれには自信があるなと思ってんのが、どんな話もね、一応その僕が今までフィッシングカヤックに乗ってきた中での体験談を元にしてるので、
まあ、どっかから湧いて出たような話じゃないんですよ。でもちろんね、その僕の体験談がそのレアなケースなのかすごくメジャーなのか、確率的に高いか低いかっていうのは分かんないです。せやけど、例えばこの間のその船酔いの話に関してもですね、実際にそれで死ぬ人って多いんですよね。でカヤックの場合はね、特に自分が船酔いした時に岸まで自分の力で戻らなあかんっていう、仕事が残ってるんですよね。でそれができなくなってしまうともう戻れないので、あとはもう誰かが助けに来るか、お迎えが来るかを待つだけなんですよ。だからその辺の話もそれがね、確率が高いか低いかわからないですよ。そやけど実際そういうことがあるっていうことはね、事実なんで。でそれをね、ちゃんとこう事実を事実としてお話できてるっていう部分には僕はその自信持ってるかなっては思ってますけどね。これはイサキちゃうか。あら、イサキちゃうか。あれ、これイサキちゃうな。あれ、これちょっとイサキちゃうな。イサキと思ったけど、あれちょっとちゃうな。これはイサキ来たーと思ったんやけど、ちょっとちゃいますね。これうわでかいな。いや、まあまあ大丈夫そうですか。よっしゃー、釣れました。
ち大きかったらもう美味しくないよね。ギリギリタイプじゃないこれ。はい、ということでね、今日はねだいぶ漕ぎました。おそらくこっからあそこもこうやから17、8キロぐらい漕いだかな。それだけ頑張って漕いで、マダイ1匹とコウモンハタ1匹でしたけど、まあね、なかなかいいマダイやったんで、まあ満足かなというところです。これからね、どんどん暖かくなって、皆さんもね、まあ、カヤックフィッシング出られる機会が増えると思いますけれども、安全第一っていうのをね、皆さんで共有して、楽しんでいきたいなと思います。ということで、ありがとうございました。バイバイ。